始まりましたポケモントーナメントイエローカップ。これからの活躍が期待される若く情熱にあふれたポケモン同士のバトルです。激しい攻撃、大きなダメージ、おっと金縛り、おっと金縛りが効いた。両者とも大健闘です。ここで竜の怒りだ。いい感じの当たり、あっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでココーンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。これはどうだ。ダメージは大きいぞ。おっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでアーボの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、激しく当たった。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。さあ、今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここで中断ボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでまだまだ飛びの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで破壊光線、大きなダメージ、
倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでピトンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっと、ここは動けません。さあ今度は、よし。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここで、よし、当たった。激しい攻撃、効果は抜群だ。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。ここでキューダッブルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここで緑色の登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、鋭い当たり。さあ、ここで、よし、体力の差がついております。これはどうだ。いい当たり。ここでダウンです。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでコイキングの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いった、ついた。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。さあ、手始めに、おっと、あまり効いていない。砂をかけた。おっと、命中率がダウン。さあ、熱いバトルが展開されております。いったー、激しく当たった。さあ、ここでよーし、ヒッ。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。
ここで自陣攻撃。よし。あーっと、ガッツだか。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでキュウコンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。これはどうだ。おっと、これは外れ。さあ、これは急所を捉えた。白熱したバトルが続いております。激しい攻撃、弱点をついた。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでロコンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いった、攻撃炸裂。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。バトルの姿勢に移って、激しい攻撃、大きなダメージ。さあ、対するは、よーし、ヒット。両者とも大健闘です。ここで竜の怒りだ。きつい一撃、あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでコイルの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。これはどうだ。鋭い当たり。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでマッキーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。あー、激しく当たった。